麻雀ファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。司会実況の日吉達也です。ただいまより第9期麻雀グランプリマックスベスト16シータクの模様をお送りします。解説は白鳥翔が務めます。白鳥さん、よろしくお願いします。お願いします。それでは初めに本日の選手紹介からしてまいりましょう。はい、それでは初めに本日の選手紹介、はい、はい、まずはこの方です。2018年度ポイントランキング1位、ベスト16シード藤崎聡。続きまして第44期王位戦準優勝菊田雅俊。続きまして第35期宝仙 A2 リーグ第4位一次予選より勝ち上がりです、ダンプ大橋。そして最後は現10段位ベスト16シード内川幸太郎。はい、以上4名での対局となります。対局の準備ができているようです。第9期麻雀グランプリマックスベスト16シータク1回戦投杯の開始です。第9期麻雀グランプリマックスベスト16は一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルール。システムは半チャン5回戦を行い、上位2名がベスト8に進出となります。改めまして1回戦はチーチャから藤崎、ナンチャ菊田、シャーチャダンプ、ペーチャ内川の並び、トンの1曲ドラはローピンです。さあ、いよいよ、グランプリマックスベスト16も C 卓まで進んできております。はい、まずは A 卓からは山田前原、そして B 卓からは吉田今野がベスト8に駒を進めております。さあ内川さん、この C 卓、内川さんじゃないですね、すいません、白鳥さんちょっと最近ちょっとなんか、ごめんなさい、なんかさっきもちょっと言葉をすっと出てこなくて、いやでも嬉しいです、大丈夫かなと思ったんですけど、顔がよく見えたということでありがとうございます。さあ白鳥さん、はい、この C 卓1回戦始まりました、はい、見どころとしてはいかがでしょうか。いやー、そうですね、本当にもう藤崎さん、ダンプさん、内川さん、本当もうあの A1 経験者3人対、はい、まあその菊田さんっていう感じですけど、やっぱり菊田さん の王位戦、はい、あの惜しくも、うん、上谷プロに負けてしまったんですけど、はい、やっぱり菊田さんの強さっていうのが、うん、もうすごく光った王位戦で、その菊田さんの名前をこう知らしめるには十分な、うん、はい、戦いぶりだったと思うので、その菊田さんがどこまでやれるかっていうところがまた一つ注目かなと思いますけど、そうですよね、この王位戦ですごく注目され、さらに先日行われた地方リーグチャンピオンシップ、はい、まあ惜しくも優勝は逃したものの、そうですね、そこでもまたその存在感をはっきりと出した戦いでしたから、そうですね、まあ、あそこではね、あの高宮さんが、はい、あの勝ったんですけど、まあ、高宮さんの強さも光りましたし、はい、まあ、菊田さんの良さもあって、すごくそのいい試合だったなと思いましたけどね、はい、今売り出し中と言いますかね、だと思いますね。菊田さんっておいくつなんですか。菊田さんは30後半ぐらいだった気がするんですよね、はい、でも 東北ですもんね。そうです、そうです、そうです。内川さんもうかうかしてる、内川さん大丈夫、僕本当に白鳥さんもうかうかしてると食われちゃいますよ。そんなに見れるそんなに見えるかな。これやっぱそうですね、これ闇点としましたか、はい、場には1枚ずつ切られています。ちょっとそのリーチ基準とかも、はい、あの見ていきたいところですよね。このウッパスのピンフドライチャー闇点にしていて、はい、ローピンとか引くと単品一平コードラドラの手代わりがあるので闇点にしてるんだと思うんですけど、はい、このやっぱり視聴者の方もね、結構こういう形でテンパイする経験あると思うんですけど、あまり間違い良くないですよね。パーソンも1枚切られてしまっていて、嘘も1枚切られてしまっているので、はい、実質両面とは言っても待ち4枚しかないんで、やっぱここは手堅く闇点に構えつつ、はい、今チームを引いたことで3色の変化も出てきましたし、そうですね、変化待ちつつ出たら上がろうっていうことでね。ただこれが普通のウッパスソーだったら、はい、ピンフドライチでリーチ打ったのかとかも結構気になるところなんで、まあ、そのあたりもこうどういう変化をしていくのか、そうですね、ちょっと楽しみつつといったところかと思います。はい、さあ6球層変化です。球層が場に1枚入れ、これはリーチに行く。なるほど、ここは6球層の街がものすごくね、今こう川が映りましたけど、はい、自分の目からチェイソーが3枚見えていたり、のダンプさんの第1打目が球層ということで、はい、6球層の街は非常に優秀だと、ならばこれ手がある前に6球層上がれるんじゃないかっていう読みでリーチ行ったんですけど、はい、まあ、実際はね、ここの藤崎さんがチートイスをやってたので、あ
まあちょっと痛いですけどね、はい、藤崎さんがチートイツやってたのでここに急走が2枚固まってますけど、実際は3枚いてもおかしくないような、急走が山に3枚いてもおかしくないような状況だったんで、はい、うん、ということはこのリーチ判断はなかなかこう鋭い、僕はいいと思います。菊田さんと僕全く同じ選択になると思います。おー、さあ親の藤崎チートイツのイーシャンテンドラのローピンが浮いています。なんかその感覚的になんですけど、はい、菊田さんがそう考えてるかは分かんないですけど、そのドラのローピンを引いて手代わりするよりも、うん、6球走の方が早く山にいそうだなっていう感覚なんですよね。はい、であればリーチをしといた方がいいんじゃないかと。そうですね。さあ藤崎ここでドラ切りでのパーピン短期の転廃、うん、パーピンは山にはありません。やっぱり実際6球走はリーチ時点では山に2枚残っていて、はい、ローピンは1枚で、そっちの先にね、うん、枚数少ない方を引いちゃったんですけど、はい、これはこれで僕は全然いいなと思いますね、うん。まあ、もちろん一巡待てば高立ては見えましたが、それを後悔するほどのものではないということですね。まあ、僕はそうですね、はい、これパーピン短期で転廃入ってますけど、パーピンワンチャンス馬は通っていない。ただパーピンで打つとドラマタギなんですよね、はい、で菊田さんのタイプからしてあまりこう、うん、安い、はい、まあ、安いっていう方変ですね。ちょっと愚形のリーチが、うん、高ければ愚形のリーチはありそうですけど、はい、安くて愚形っていうことがあんまり考えづらいんで、ドラマタギを打っていいかどうかっていうのを、はい、今試案したところじゃないかなと思いますけどね、はい。さあ現状は2人転廃、俺はもうあんのはポンが入って内川が仕掛けて出る、これは一旦形式転廃ですか。そうですね、形式転廃で粘ってますかね、はい。これ6球走はまだ球走1枚ありますね、はい、ローソはありません。藤崎の町ウーマン短期は山になし、内川こちら形式転廃、このまま押し切るのか、ダンプの実が脳天、ウーピン、パーピンを通っている、ワンチャンスですか。3ピンもダブルワンチャンスとかかな。そうです、うわ当たり前だ、これでやめ、これ食い上がったんだ。そうですね、はい、しかしすんなりやめましたね。そうですね、結構ノータイムやめでしたね。いやトンの一曲、先制リーチは菊田、追いついた藤崎でしたが、藤崎背底で急走をつかまされて、ここはあっさり折りを選択。うん、トンの一曲は菊田、内川の2人転廃で流局となります。まあ藤崎も藤崎らしい打ち筋を見せたと言えますか ね、 すね、ドラは言いそうです。まあ、2人5回戦終わって、はい、上位2名が勝ち上がりのトーナメントですからね。そうですね、やっぱりそのゆったり行くフォームとしては藤崎さんに合ってるかもしれないですね。うん、さあドラは一層、こちらダンプなんちゃでなんと白が統一、内川は両面ターツが豊富。なんかイメージなんですけど、浮いてればいいじゃないですか、ほとんどその、はい、2人勝ち上がり、はい、2人勝ち上がりだと、はい、なんかそれってめちゃくちゃその藤崎さんの土俵っぽいイメージありますよね。おお、白鳥さんもなんかそういうの得意そうに感じますが、いかがですか。ちょこ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 やってね、ちょこ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 ちょろちょろやってこうつかず離れずの距離をしっかりとキープして、毎回原点付近ちょろちょろしてみたいな最後まで可能性のある打ち方とも言えますよね。うん、そうですね、やっぱその、はい、うん、トーナメントに、うん、あの特化したというか、トーナメント得意な打ち方とやっぱ不得意な打ち方ってあると思うんですけど、はいはい、あの僕はトーナメントはやっぱりそのちょこちょこしてる方が有利だと思ってるので、うん、はい、まあ、そういう意味では向いてるかもしれないですけど、うん、となると藤崎さんもちょろちょろしてるっていうか、いや全然ちょろちょろしてないですよね。そういうことじゃないですよね、ちょろちょろしてなくても勝つ人もいるし、そうですね、でもまあ藤崎さんもね、あの、うん、すごくこう石垣高打点みたいなイメージがすごく強くて、もちろん高打点狙う選手なんですけど、はい、本当にちょろちょろしなきゃいけないところはちょろちょろしてますから、ね、あ、なるほどなるほど、目立ってないだけでニンニンしてますか。ニンニンしてますまあその藤崎は持ち前のディフェンス力でやっぱり離れないというなんか印象もありますよ ね、 そうですね。さあダンプが地風の難を仕掛けてピンズの本一に向かっている、うん、内川がピンフのいいシャンテン、藤崎は甲津系の手配です。そして親の菊田がこちら形はいいシャンテン、
今のねこのダンプさんの流派は流派2枚切れたんで、はい、ドラの方は残してまだドラ重なりとかは見てますね。うん、さあそれぞれ手がまとまってきたぞ。ついたけど、おお、ここでダンプさんがおそらくピンズの本一模様なので、おー、コーツ系、まあトイトイとか、はい、そういうあんこ系の手配は結構厳しいんじゃないかっていうことでチートイツ一本に決めましたね。となったらこの部分が厳しいという判断だったんですね。そうですね、6688のところが、はい、あとまあ自敗も抱えてしまってるので、やっぱ自分から切り出していくことが少ないなっていうのもあったと思います。さあダンプがここでドラのイースを切り出していく。内かウーマンを引いてマンズの形が良くなるチューンは場に一枚蹴り自身で切っています。チューンを先に打つか、はい、例えばリアンソーサンスやチーピンパーピン重なった時にマンズの三面ちゃんを生かすか、はい、という選択になりましたね、はい、あドラ引いたよ。おこれで重ねてきた。チューン合わせていきますか。二枚切れ。さあ藤崎トン一局に続いてまたしてもチートイツの進行。白が打ち出されるとダンプにポンが入りそうだ、うん、どうなりますかね。うん、まだピンズっていきますね、うん、さあピンズが余る形となるがマンズで対応する。スチーマンはちょっと絶妙ですね。チーマンが2枚切れで、はい、スーマンも自分の目から2枚見えてるのでそこまでスチーマンが強いわけじゃないので、うん、やっぱりチーピンウーピンとシモちゃんに切り出していかなければならないって考えると、はい、ちょっと受けた選択肢ですけど、うん、相対的なスピードで相手に泣かせないようにしつつ、はい、手配進行させるっていう、まあ、菊田さんのいいところがすごい出てますよね、はい、実際チーピン切ったらポン入ってダンプさんインシャンテンだったんで、はい、相手も自分も苦しい手ですが相手も道連れにするというか、そうですね、うん、神茶じゃ、ね、なければね、自分が神茶じゃなければチーピン切ったかもしれないですけど、そういった意味では藤崎は3ピンあたりをこう切り出しているわけですもんね。そうですね。さあ天敗だ、ま、だこれは、うん、ウーマン残しがうまくいきましたね。いきましたね。6球ピン。さあ内川がピン不天敗です。ダンプはピンズの本一。ダンプさんもね、はい、ノータイムでいいピンを余らしたような感じでちょっとピンズ打ちづらくさせてる、うん、もありますかね。さあこれでイーシャンテンとなる。はい、あテンパった。白短期1枚あるんじゃないですか。ありますね。ありま、これ内川2拍いったらどうですかね。うわ当たりになった。テンパイだ。チーピン打って、はい、これで3人テンパイですよ。いやーこれハクは打ちづらい。ここは内川薄くなった6球ピンのつも上がり。マンズ残しがお見事の手順でしたね。そうでしたね。ウーマン残してチューンを切り出していった内川、うん、ここはしっかりと上がりを決めた。藤崎ダンプと大物手のテンパイ中上がりは内川です。そうですね、そこでねドラ受けしっかり外して、はい、上がり物にしましたからね。そうですね、すごくいい上がりだと思います。はい、さあトンの3曲と変わります。親は変わってダンプです。ドラはパーソー。ちなみに白鳥さん今年のグランプリマックスの結果いかがだったんですか。はい、僕ね、はい、なんかね出れてないんですよ。え、出れてないんですよ今年のグランプリマックスですか。はい、なんなら去年も出れてないですよね。ポイント足りなくて。今年出てない、今年度出てないのはちょっと知ってたんでいじったんですが、はい、去年も出れてないんですよ。そうなんですか。はい、なんかこうやっぱりこう連盟の、はい、プロ連盟のスター選手今年度活躍した人が出るタイトル戦ですからそうですね、もう出て当然かなという。他のところではちょっとちょいちょい出てるんですけど、はい、やっぱりちょろちょろしてるんですけど、はい、やっぱりそういうのとかは全くというか、もちろん他団体のオープン戦とか優勝したりすると、はい、もちろんこのグランプリマックスのポイントとか、うん、反映されるんですけど、はい、その活躍には至らなかったっていうところで、はい、ポイント足りなくて、はい、他の人がねすごいみんな活躍してたんで、うん、出る枠がなかったんですよ。どういう思いで見てます、そういった中で。めちゃくちゃ出たいんです僕、はい、グランプリマックスって、はい、その要は最後の活躍した人だけが出れるっていうのに、そうですね、はい、
出たいじゃないですかやっぱり、はい、じゃあ今年はちょっと活躍具合はいまいちだったなというふうに振り返る感じですかね。そうですね、はい、たとえ他の対局にいくら呼ばれてようが、はい、このポイントがつかないっていうところがものすごく、うん、あの個人的にはすごい好きなんですよね。ほう、そのひいきされてない感じが、うんうんうん、まあひいきされてないですよね。そういう意味ではね、その露出度とか、うん、そのまあどういうのかな、貢献、まあ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 、度っていう意味ではすごく高いと思うんですけど、うん、やっぱりその成績が出ない男は、ね、あ、うん、出れないっていうこの実力主義というか、うん、そういうのすごい好きなんですよね。じゃあ今第9期麻雀グランプリマックス白鳥対日吉は同点っていうことですね。同点、出れてない者同士の、はい、なんなら実況の分だけ日吉さんの方が勝ってますから実況で出てるからありがとうございます。毎回毎回じゃあ今年は解説たくさんやっていただきましょうと。そうですね、いう話ですかね。ちなみに M リーガー出ててないのは白鳥さんだけ、なんか僕だけの気がしますけどね、さすがに滝沢さんがどうやら出てなかったみたいですね。なるほど、皆さんもちょっとリーグ戦が、ね、秋さんもちょっと厳しかったのかな。まあ本当にそういった意味ではもう活躍が全てのこのグランプリマックスといったところでしょうかね、はい、さあ藤崎が地風ペイを仕掛けてペン3層のテンパイが入っています。ダイレクトの関連ピンツモのテンパイはいらない手順にしましたね。ダンプさんペイ茶じゃないですね、ごめんなさい、シャーチャですもん。うん、お高ぜから仕掛けて、はい、チャンタか、うん、もしくはハックで役つければいいかなっていう感じで仕掛けていきましたけど、はい、まあ、2枚目なんで、うん、当然のポンかなとも思いますし、はい、1枚切れのハックがね2枚自分の手元にあるんで、うん、いざとなったらハック2枚落として降りれるかなっていう感じですね、はい、守備力にも長けている手配ということですね、うん。さあ菊田はこちら3項含みのイーシャンテン、ダンプもいい手です、単品ドラ1のイーシャンテン、一気通貫などの変化もありそうだ。関数ピンになったらリーチ打ちますかね、ダンヤドラ1、うん、どうなんでしょう。数ピンは捨て牌に1枚出ています。ここにあんこか、はい、だからダンプさんの135っていうね、はい、持ってたピンズのところはリャンピンとスーピンが、あ、丸ごと持ってるんで結構厳しかったですけど、ということは3ピンウーピンが重なってくるような変化が、まあ、ダンプは知る由もないかもしれませんが望ましいっていうことですか。そうですね、もうパーマン打たなかった、うん、うん、そもそも菊田さん関三万の地位点は入れずに、はい、お、3層層、お、藤崎のつも上がり、ちゃんた300-500のつも上がりです。ペン、関三万の地位点を取らずに、うん、パーマンを打たずに数万先に打ちましたね。一応受けの意識ですかね、関、うんうん、パーもありますからね十分、はい。さあトンの4局と変わります。親は変わって内川です。今年は10段位を獲得しています。その10段戦では内川と澤崎が直接対決を、まあ、演じたわけですが、うん、藤崎から内川が10段位をダッシュしたと。内川と藤崎さんが直接対決ですよね。そうです、なんて言いました、澤崎って言いましたね、藤崎です。うん、どうしたもんかね、うん、ちょっと変ですね、うん、脳の回路がうまく支障をきたしてる。おかしいな。さあドラウーピンです。こちらは菊田、お、ダンプまたしても役牌が2組統一、トンとハツが統一になっている。できれば想像の本一行きたいのは手牌ですけど、はい、やっぱドラがウーピンでウーピンローピンと持ってるんで、はい、無理やりはいかないかもしれないですよね。うん、とかいかないことの方が多そうですけど、はい、どこ、うん、もうこれでさらにいかない感じですか。あとこれ仕掛けるか面前でいくか、こうなると次は難しいなと。うんうんうん、そうですね、はい、いろんなタイプありそうですけど、トンの4局ペーチャです。ここでね、僕は前順位相残しててちょっとやりすぎかもしれないですけど、はい、数万3万切ってる本一への渡りを見たいっていうことですか。そうですね、もうターツ渡りてたので、はい、あ、ごめんなさい、ターツは1回壊しちゃうんですけど、はい、想像が連続系なんで、うん、いくらでもどうにでもなるかなというところで、うんうんうん、そうなると数万3万切れてて
いい外泊が残ってるような形。ほう、うん、ここでどうしました？ちなみにここはあのドラターツもちろん残しますね。なんでいい外泊をどっちか一回切って、そうですね、泊切ってたかな多分。イーシャンテンに構えつつといったところですか、うん、さあダンプテンパイでスッチーピン、こっからさらにトンポンしてみたいな感じになりますか？なると思います。トンポンして一回ドラタン機の7700に構えつつ、はい、そこでタメンちゃんできたらいいなっていう感じにするんじゃないですかね、はい、うん。あ、トン打たれた。ああ、泣かなかった。泣かってことはこれはもう2000点 OK ですと。なるほど。ほう、僕は結構なんかやっぱ不満なんで、現状の2面の2000点テンパイよりは、はい、短期の、うん、まあ、ドラ短期出なそうですけど、渡り打ってソーズで、はい、っていう風にしちゃいそうですけどね、うん、ダンプさんはとりあえずここは2000点で折り合いつけましたね。そういった意味では今トンを切った藤崎がかなり積極的とも言えますか。まだちょっと受けこちらですね、うんうん、パーマンが先ほどはない状態でしたが、うん、でも手の都合だけ考えたらまあ普通は普通じゃないですか、うん、タンヤオドライチが見えるような、うん、藤崎さんだから結構珍しく見えるっていう部分あると思いますけど、はい、手形的には切っても何らおかしくないような、おかしくないと思いますね。内川がピンフドラ1のイーシャンテン、残したペイは場に1枚切れです。お、テンパイだ。キフトさん、いろんな選択ありそうですが、ありますね。ただリアウピンにするんでしょうけど、何を切ってリーチ打つかですね。ここはパーマンを切って菊田が先制リーチ、待ちはリャンウーピンです。初加冠して、はい、リンシャン、リャンソー、これも行きます。さあ菊田リャンウーピン、単品高めイーペーコー、安めでも、あ、どっちもイーペーコーかドラですね。単ヤオですね、単品ではないです、ね、ピンじゃないです、うん、ピンではないよね。なんか本当に間違えちゃうな、なんだろうな、すいません、失礼しました。そういう時もあるよ、助け合おう。あれ、お、嬉しいな。そう、内川はイーマンの統一に手をかけた。いや、藤崎さんも勝負手、はい、スチーマー打ってもいいのか。でも打たないとしたら、はい、うん、ちょっとローマンぐらいしか打てる牌がなさそうだったので、うん、あ、ウーマンも一応中筋か。あ、そっかそっか、ダンプさんがもう1枚目ポンして明らかに攻めてっぽいんで、はい、おお、テンパった。イスソーヤ見てん、明らかに攻めてきてるっぽいので、はい、自分が割り込んで入って上がり取れるのかどうかっていうところもありましたね。うーん、あー、ここはスーソー、スーソーは大きいわ。内川の上がり、しかもこれが高めでのフィニッシュ、谷3枚目のスーソーでした。タンヤオピンフドラ1、5800は大きな上がりとなったぞ。これはいい追加点と言えますね。いや、いいですね、はい、大きいですよ。なんか今の曲もいろいろありましたね、ダンプがトンのポンをしないとかも含めて。結果ものにしたのは内川です。なんかトンポンして上がりきれなかったとしても、はい、まあしょうがないかなみたいな、ドラ短期からまあ上がりにくい方を選んだけど、見返りが大きい方、上がりにくくて見返り大きい方を選んだからしょうがないかなって感じしますけど、スチーピン選んで上がれないで豊潤に回っちゃうとちょっとなんか嫌な気分になりますよね。そうですね、確かに。さあトンの4曲1本場、ドラバッシャー、内川にはダブトンが統一になっています。菊田はハクが統一、ダンプはチュンが統一、本一は意識はしなかったですかね。うん、菊田さんは、はい、本一を意識するんであれば何を残してっていう感じになりますか。まあイーソーとか、はい、急走とかイーピンとか、うん、藤崎は2メンツできています。マンズの一通なども見えるか。うん、どんどん手が進んでいく。お、一通のイシャンテン、はい、ペンサンマンとペンチーマンです。
これでリアンシャン点戻しですね。お、来ましたよ。ここはペンチーマンの即リーチとなります。ダンプ先ほどの失点をちょっと取り返していきたいですよね、この手で。そうですね、はい。こうなると向かっていけるのちょっと、あ、チーマン1個ずれてるとダンプさんの上がりだった。すげえ当たり前のこと言うじゃないですか。トンはポンはせずと、ちょっとしづらいですかこの格好ですと。そうですね、まあ、どう考えるかにもよると思うんですけど、はい、ここでさらなる追加点を望むのか、うん、はい、もしくはちょっと無難に行くのかっていうところもあると思いますし、うん、まあ、面前で行ったとしてもダブトンがんこになったり 6-7-8 になったりすることもあるんで、はい、ここで分かりますよね、うん、行く気があるんだったら無筋切るんでしょうけど、あまり行く気がないんだったらトーン打ったりウソを打ったりしてちょっとお茶濁すかなっていう感じで、まあ、これもトーナメントならではな気がしますけどね、うん、ここは一旦トーンを切って穏やかに進行させる内川です、うん、さ先ほどチーマン流れて残り1枚となりましたか。なんかダンプさんの川的には、はい、お、2差しも差し子も見える、スーソーも行く、うん、藤崎が押し返しに入っているぞ。トムさんの川的にはね、はい、あっちがいいか手役が絡んでるかのなんかどちらかな感じはしますけど、ステハイソーからですか。そうですね、やっぱ宣言牌が初っていうところが、うん、はい、まあ、3ピンとかウソは先に切ってるのに、うん、初を最後まで残してるっていうところがやっぱりうわこのチームなんだよ、買いだよ、当たり買いだけ、ね、しかも、うん、これでチーマンは山にからなくなる。そうなんですよ。三品はウソよりも初が後っていうことは形が手役で限定されてて決まってたか、もしくはもう後継が約束されてたか、うん、はい、っていうことだと思うので、うんうんうん、ということはちょっと怖いリーチと言えますか。うん、そうですね、うん、でなんかドラのシャアがもうすでに3枚見えちゃったので、はい、ダンプさんの手の内にシャアが組み込まれてないって考えると、やっぱり単品 E ペーコ、はい、普通の単品とかよりも手役の方かなっていう感じはしますよね、うん、3色とか1通とかリアン反役があって、はい、リーチ打ってきてるんじゃないかなとか。さあ藤崎が天敗、カンローマンの役なし天敗となりますが、ロッキュピは全く通っている筋ではない、現物を切るかですね。あ、ただチーマンが筋ですよ。おお、うん、3品うちか数枚いったんですね。本当ですね、はい、安全牌のウーソー、これちょっとトンで一旦迂回はしましたが、本当だね、かなり押してこうっていう感じですよね。ウーソー残して数万ですから ね、でもチーピンは泣かない。お、そしてイシャンテ、ただこれでチーマンが逆に危ない。え、数万ってすごくないですか。すごく見えますね。そっか、その数万見て藤崎も、あー、もう完全にやめですね。そうですね、すごい、これでも数万いったらチーマンはいっちゃいそう。あ、これチーテンになっちゃうわ。いやこれは内川チーテン取ってのチーマン宝珠となる。リーチ2500の上がり。なるほど、内川ここ一旦は迂回でしたが、もう強く押そうとさらに加点していこうという狙いがあったということですか。そうですよね、まあ、今の打ち方見るとそうですよね、はい、でまあ速度的に間に合わないんでローマはチーテン取ったっていう感じに見えますけど、なんか非常に力強い戦いですよね今の内川は。そうなると、まあそうですね、まあ、攻めていこうっていう、そうですね、うん、はい、意味ではあったと思うんですけど、それがなんかわからないです、うん、いいのか悪いのかみたいな、まあ良し悪しは別として、はい、その内川さんの心中というか、うん、が焦ってるわけじゃなければいいんですけど、はいはいはい、このリードしたことによって焦ってしまうっていうケースもまあなきにしもあらずですよ ね、 ですね、なんかあるじゃないですか、ここで決めたいみたいな気持ちがなければいいかなと思いますけどね、はい
さあいいとこ引いてきたぞ。はっきりと1、2、3が見える。うーまんか、もうウーマン、うん、立ち合い決まって、菊田さんはねドラドラですね、はい、初もドイツでダンプもいい形、初切られた後に初加算だったのかな多分。あれ一枚切れてますね。そうだと思います。違うかな。さあパーピンもあんこになる。形はどんどん良くなってきます。チュンがあんこになった。リャンマンが下がり、いやこれでもいいですよね。一通も見えますし、はい、シャーじゃないですかね、さすがに。おお、スーピンから、もうどっちかですね。じゃあどっちかにしかも興味ないってことですね。3色か1通やるぞと。やるぞ、うん。さあダンプローマンを引き入れてここで手が止まる。選択は老僧斬りとなります。まあ、つもりアンピンでも役割転配が入るように、はい、うん、まあ、強くというか打点狙うんだったらいいピンを打っておいて、3色やタンヤオイーペイコを見るんですけど、はい、ここは打点よりも、まあ、スピードというか。そうですね、はい、これはもうつもぎってしまえと、うんうん、ならないですからね3色には、はい、3色も崩れるし一通にもならない牌ならば、はい、んここで勘チーマン仕掛けて出たのは内川です。本一まで行きますか。あ、行った。老僧来た。これで3色一通両天秤、黄金のイシャンテンですね。急走重なりなんてなったら大変なことにもなりそうだが、まあ、チーソーパーソー引きでも十分。チュンが貫通、一旦ローソー切っていく。なんだこれ、これはこれはちょっと違うなみたいな、うん、このテンペは取らない。さあこちらドラドラのキクタイーシャンテン、ダンプも時間かかっているぞ。さあ藤崎が迫ってくる。ロース、これはロースが2枚切れ。お、菊田さんが初の後付けですか。リャンカンの部分カンロースを仕掛けて初と急走のシャンポン待ち。初であれば上がれる天牌です。いい判断だと思いますけどね。おー、こういうのはチューンアンカンあるのか。おー、アンカンした。これで打点アップですね、7700、はい、あ、ごめんなさい、まあ場合によっては8000もあるのか、うん、9万があんこか。マンズだぞ。あー、これでかい。3万数万、こういう一杯本当にでかいよね。引き入れましたね。さあ内川、町は数万が山に1枚ですかね。うん、まだまだ変化もある手配ではあります。さあ菊田の町は初、内川3万数万。さあ藤崎追いつくか。ということは3万がほとんどないってことですか。3万はねゼロですね。ほう、となると藤崎が転廃するとしたら一通がいいですね。そうですね、はい。いいピン、マンズだ。きついか。行った、うん、チーソーは安全に切れそうですが、うん、ここはリャンソーの方です。ウーピン、まあ菊田さんにちょっとはい、きつそうではありますが、菊田の手でこう、あ、来た、あ、来た、ペンチーソー。あ、ダンプさんチーソー浮いてるわ。ただこのイーマン強くないですか。さすがに強いけど、けども強いけど、あ、入っちゃうか。これは一応残して、6、9番はちょっとまだ打てないかもしれない。だって打てないもん。いや、6、9… いや、ノーチャンス、ノーチャンス。おー、粘りの1だ。藤崎さんの現物だ。はい、チーソーは何枚あるのこれ。え、1枚、2枚、3枚、あと1枚か。全員1枚だ。ローマン打ち切らないかな。いやー、打ち切らない。ここは回った、うん、だけど形式転廃狙いですよねこれも。
うわこれどう、いやこれ真相打っちゃうよさすがに。打たないんだけど。すごくない？本当？いやでも真相か。9万ノーチャンスですけど、ションパイなんだ。ああ、さすがに真相だ、これは。いや、足飲んできた藤崎。行って先か。1ドラ17,700。いやわずかに残してしまった真相でしたね。これはね、お見事としか言いようがないですよね。あの、ローソーをね、はい、藤崎さんが手役狙いで早く切って、てて、うん、やっぱり裏筋なんで、はい、ヤンソーの方を先に切りたかったんですよダンプさんは、はい、なんでそういうのもあってローソーが3枚見えてるっていうのもあって、うん、安全そうなチーソーとリアンソーの選択でチーソーの方残しちゃったんですけど、はい、もうそれが見事ね大物手に捕まってしまうというね、うん、もう本当石崎さんならではの上がりでしたね今のは。はい、そしてトップ目に立ちましたね。たった1回の上がりで、うん、このハンちゃんトップ目に立ちます。何の一曲一本場ドラは数ピンです。さあダンプはチューンが統一、内川、藤崎はドラ1枚、菊田の手が良さそうだぞ。ドラドラとなった。ここでトーンを切っていきます。さあカンウマンだ、なんかいい感じですね、うん、そしてこのやっぱ菊田さんも ねチャンスですよね。先ほどは初の後付けで仕掛けて出ましたが、今局は単葉での仕掛けを使っていくのかどうか。この急須はつもぎりです。ダンプは統一系の手配か、うん、さあ伸びる伸びる伸びる、ウーマン引いてローソーマンコンにした。さあ菊田選択、ウーマン切りはかなりチートイツを強く見たと言えますか。そうですね、なんかここからメンツ手に行くのは、はい、全然行くのもあると思うんですけど、やっぱりその仕掛けも考えたいところで、はい、778っていうピンズが、はい、9ピン引いちゃうと単葉じゃなくなっちゃうんで、うん、それも考えるとチートイツ行きたくなるのは当然かなと思うんですけど、うんうんうん、さあ内川ここで一面図できて難を切っていきます。うん、決めてますね。はい、あとやっぱりそのこの一発裏ドラがなくて、まあ買いもないような、はい、ね、このルールだと一個仕掛けちゃうと、うん、結構周りに絞られたりとか、はい、ドラが出てきにくかったりとか、うん、急所が出てきにくかったりとかするので、はい、やっぱりどうしても面前のね、うん、闇点で8000とか64とかで構えられる方がちょっと強そうですもんね、うん、ということでここは単葉での進行よりチートイツを選択したということでしょうか、はい、さあ藤崎親番でイーシャンテンまで来ている、うん、これでメンツでのイーシャンテンになったんで一旦酸素を切っていきました。ダンプもイーシャンテン、さあこれで全員イーシャンテンとなったぞ。誰が最初のテンパイだ。ムムチートイツのイーシャンテンにも構えられるんでリアンソーですかね。はい、まあチーピンやドラ引きはもちろんね、チーピン引きでも十分の勝負手になりますからダンプさんのは、さあ9ピンかな。パーピンが場に2枚切れていますね、うん、ここは9ピンを切っていった。まあこの順目になってくると上がりはもちろん、はい、テンパイ量も欲しいところですから、うん、まあ、ポンテンがかかる範囲だったりはね、リッチかな、これドラ1ピン、ドラ1親番
たないってこと。打ったリーチだ。ここは藤崎戦セリーチペンチーピン菊田さん、これチーピンはこれはメンツで転敗すると危ないぞ。いや今も現物がないんですね、パンパンに構えていたんで。ワンチャンスですね。ワンチャンスですか、はい、いやいけない、ね、これもきつい。ワンチャンスではありますが打つような手配ではないとも言える。ドラスーピンですからね。嘘か連想ということになるか、それともマンズでも迂回できそうです。ドラはね自分の目が自分が持ってないんで、はい、やっぱエリーチには相当戦いづらいですね。うん、しかもまあ点数状況もね自分が3万5000点持ちなんで内川さんは、はい、行きづらいかったかなと思いますけど。まあローピンが打てない以上現物を打つでしょうね、うん、ローピンが通った時のためにギリギリ手は残しておきたいっていう感じですか。そうですね、はい、ダンプさんもチートイツのイシャンテンからリアンシャンテン戻し、再びのチートイツイシャンテン。菊田さんの手配ってすごい難しかったですよね、はい、どういう風に進行していけばいいのか、チートイツ一本にするのか、はい、メンツ手だけにするのか、はたまた両天秤で打つのかってすごく難しいと思うんですけど、白鳥さんだったらどういう感じになりそうですか。まあ、イメージですけど。いやーいやー難しいですね。なんか公式ルールは本当チートイツ一本に決めてしまうことが多いんですけど、はい、他のルールだと、うん、結構両天秤に構えたりとかも多いですけど、うん、このルールだとチートイツ一本に決めそうですけどね、はい、ここは。さあ何の一局は藤崎の一人天敗で流局となります。じわじわと素点を稼いでいく。多いですよね、こういうの。藤崎さん本当にちょろちょろしてますか。ちょろちょろ天敗量ももらってさあ何の一曲。日本馬ドラはチュンです。んこちら映ってるのは菊田の手ですね、はい、良さそうだ。いや藤崎さんもいい、いい、でも菊田さんも良かったですね。イーペーコが手の中でできててチートイツイシャンテンローマンとかもあるのかな。ハックから行きましたか、はい、まあこれも普通ですよね当然、うん、マス上がりいくなら。ダンプは統一になってるリアンピンから切っていきました。はい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 、1、2、3とか見つつ、おわーポンテン取った。ほう、完リアンマン、手でイーペーコーできて、あ、ただまあ2枚目ですか。はいはいはい、はい、都合2枚目の流派ですね。ドラ表示牌に1枚、うん、これが嫌なんですよね。なんか嫌なんで。これが嫌っていうのは 誰の立場ですか。あ、いや菊田さん、あ、菊田さんなんですけど、はい、十分なチャンスでもらったじゃないですか、うん、だけどその2枚目のはずが出たら取らざるを得ない、 取らざるを得ないとは言えないですけど、はい、取らないと厳しいかなって思っちゃうんで、うん、だからやっぱりさっきのところでローマン打って、うん、ちゃんと見てみたいな、うんうん、キューピンが残っててね、ちゃんと見てみたいな感じで言ったり、あ、行くのもありかなと思ったんですけど。キューピンを残してチュンをポンするっていうことですか。あ、初、あ、ごめんなさい、初をポンするってことですか。いや、初はポンしないで、それだと初が雀頭になってのチャンタの進行ができるじゃないですか。だそういうのもいいかなと思ったんですけど、でもやっぱりね、初がダイレクトでアンコになったりとか、リャンマン引いたらすぐリーチ打てるとか、はい、打点十分なリーチが打てるとか、そういうのもあるんで、うん、まあもちろんこれも普通なんですけどね、はい。さあ菊田が、お、ドラドラとなりましたね、ダンプ。さらに地風のシャアも統一です。シャアはバに1枚切れ、リャンマン浮いてる。これリャンマンにならないですね、役割にしたいからか。イーペーコーの方を狙っていきたい。おっと、藤崎さんも面白いな。ああ、これ乱走なんですね。リャンピンチーピンと、うん、だってリャン走ウーソーでポンテン取れるたりするのに、はい、リャンウーピンがあまりに弱いからってことですか。
リャンピンが2枚切れて、ウーピンも自分の目から2枚見えて、ああ詰まった。さあ菊田のつも上がりです。初300500は500700のつも上がり、うん、冷静な上がりですね。うん、何の2曲と変わります。親は菊田、ダンプが1人3万点を割っていますが、3人が3万点を超えている状況。ドラは9ピンです。うん、メンツはできていない。まずは9万から、続いてダンプはペーがあんこ、ソーズで1メンツ、内川、そして藤崎は白が統一です。ダンプは本一まで見えそうな手配ではあります。ギクタここで一面つ完成うわ伸びてきましたよ。きますか。これはいきますね。ここ、うん、行きやすいところと言えるかもしれません。三層積も。これもなんか面白そうな、うん。場合によっては藤崎も本一狙っていけそうな。第三元までありますもんね。誰も持ってないですよ。本当ですね。三元牌。初がね一枚切れてる、うん、けど。二差しが見えてきた。さあ菊田がいきます。うわいいピンポン、いい仕掛けだ。これはいい仕掛けですか。リャンマンもポン、うん、いい仕掛け、いい仕掛けですよ。だってこれ面前で実際ダラダラやってても、はい、高い手になることってほぼほぼないじゃないですか、うん、だったら1500の連チャンにがマックスと見て、うん、パーピンから仕掛けていくっていうのはすごい非常にクレバーな打ち方だと思いますけどね、うん、僕は。いや、いい反応だと思います僕は。はい、あんまり声出なくないですか。出ないです。はい、出す気もないです出す気もないし、出す気もないし、はい、でもなんか出す気がなくて出さないのと、うん、はい、出すか出さないか選択があって、はい、出さないと出さないのはちょっと違う、全然違いますよね、違いますよね、はい、さあ藤崎はさらに何本重なりますが、うん、行きたいんですけどチーズオーパースを打てるのかなっていう、キクタスに当たっちゃうんじゃないかなっていうのもあると思いますけどね。ここはスーピンを切っていった。チュンもションパイと。うわあ、受けさせ、受けさせた。さあ天牌だ。官労総選択。受けさせましたよ。これが大きいですか。大きくないですか。うん、みんなこの自敗で困って、はい、がしかし、がしかし、がしかし、これは行きたい。初切りますか。いやでも初を待ち取りにしたいんで、うん、お強く行きましたね、うん、むしろこれトイトイとかで当たんなければ単陽に当たる分には高打点は、うん、そうですね、想像しづらいですもんね、うんうん、まあなんか捨て牌も普通のごく一般的なちょっと単品の捨て牌っぽいんで、トイトイではないかなと思いつつもわからないですからね、はいはい、おっと来たぞ。これなら勝負か。名本イーシャンテンパーマン切っていく。ただ仕掛けると安くなる。本は安全牌として手に残す。ローマも切っていく。これもかなり強く見える。ウーマン、うわ、シャンポンだったらという牌ですね。これは藤崎さん来てるなって思うでしょうね。そうですね、はい、
ちょっとなんかこの、はい、なんかまあダンプさんもちょっと言ってるので、はい、内川さんとしては、うん、その菊田さんが単用で、はい、他の2人にどっちかドラがあったりとかするんじゃないかなという感じですね、うん、これ地層待ちですか、はい、イーソー切るかリャンソー切るか、リャンソー1枚切れ、イーソーは菊田の現物、うん、あイーソー打って3個目とか残す方が良さそうですけど、うん、ここはリャンソーの方打っていきましたね、うん、これはメリットは何なんでしょうね、ああローソー積もった時に1回ペイを打って、うん、一通だったりとかにできたりするんですか。す、ね、これチーソーは藤崎の手に1枚ね、このタイミングで初、いやこれ菊田振り返ったりしたらちょっと危ないですね、ダンプはローソー受けれますからね。でも菊田さんのチーソーってどうなったら出ます、スーソー、ああつもスーソーか、はい、それはサブラソーになっちゃいそうですね。チーソー1枚減った、ローソーまだ2枚あるのかな、もうスレスレドラ、これで打つと、いや受けた、これもこれで弾力がある、面本天杯から一旦迂回です、ダンプお9ピン短期ただ役ないんですよねいやいやいや、でもいいね、はい、いい粘りじゃないですか、9ピン1枚あるのか、本当に、はい、なんかすごいすごい上がりが出るかもしれない、うん、掃除ですよ、うん、これは振り点には、うん、振り点になってましたか、なってたんじゃないかな、さすがになってますよね、リャンウソスチソ、うん、あーここここに行っては出ない、こここれで流局、いやダンプは最後9ピン短期での粘りを見せました、菊田ダンプの2人転敗で流局となります、うん、菊田さんがいい仕掛けだったと思いますね、はい、これでも親がつなげるっていうのが大きいっていうことですよね、大きいと思います、はい、大きいと思います、いやいやなんで大きいと思います、ちょっと言い方おかしかった、うん、なんか発言した人みたいそうだと思います、うん、おっと、そしてよ、そして二メンツからのドラ1からのいいピン切り、いい感じ、こちらがダンプはマンズで一メンツ、なんかんんん南車役杯、何白役杯、ここもここでね、ここもここでね、ここもここでシャーからいった、これ本一いかずともっていう感じではありますかね、ドライチャー、あれここもここで、しかも全部泣ける杯じゃん、何もこれ多分次何も打ちますよ、何ポンだ、本当だ、あ、打ちますね、やばい、なんよ、ポンこんな出来レースあるこれ菊田とダンプからしたらたまんないよね、こんな出来事ある、でも全部かぶせるよ、これこれゴロチのいいシャンテンですよ、超怖くないですか、藤崎さんがこんなことあります、シャー吐くなんてどうしちゃったのって思いますよね、ピシャピシャピシャって打ってたけど、はい、いやこれ逆に内川泣かされたみたいな展開あるんじゃないですか、いやでも内川さん吐くのかかん一発裏ドラ、そしてカンドラがないルール、そうそう正方形になった、自分の右端がウーピン先に切りたい気持ちもあるか、うーん、そうですね、ウッパソツモとねウーピンツモで天杯逃すんですけど、はい、その時はドラが出ていってしまうので、それはいいと、とにかくドラを使うことに価値がある手配、うん、そうですね、ドラを打たない 手組みにした、これでまずはうわー上がりを取りに行きました、ここはここで面白いパーピン短期、でも藤崎さんがちょっと嫌すぎるというのと、うん、あとはマンズ引いたらどうせ変えるので、はい、ドラ受けよりも上がりやすい方を一回選択しつつ変化を、ドラ引いたら激痛なんですけど藤崎さん
おそらく来るであろう藤崎さんの現物のパワーピン短期ですね、はい、これは藤崎はチーテンを取らず仕事とゴロチの両天秤チーソー切りそうですね、はい、藤崎さんチーソーもう目いっぱいで構えていくぞ。面白くないですか、これを受けてのパワーピン短期っていうのも、うん、だって瞬間の満貫を捨ててるわけですからね、はい、ただこう受けても64とかにはなってますか、役ですもんね、はい、そうですね、打点の打点的にはそこまで差がないのか、うん、何この牌みたいなね、チーピン仕掛けた、いよ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 スッチーピンがかなり打たれましたね、バニはイースーチーマン、スッチーマンであれば上がれる天敗、いやあーごめんなさい、そうですね、2万だと、はい、はい、そっかそっか、しごろじゃないんですもんね、これ内川チーマンだったら切っちゃうよ、切っちゃうよこれは無理だよ、タンヤオ三色ドラ1、3900は4200の上がり、へえ、いや内川対藤崎の構図、軍配は藤崎、ちょっとなんか意外でしたけど、おチーマン短期も十分にありそうな場面ということですか、分かんないですけど、はい、今までの藤崎さんとの対戦経験から、はい、藤崎さんがもう 100% 天敗だろうと思うので、はい、そうなった時にどんな手形なんだろうって思うと、うん、ドラ1枚しか使ってない場合は、はい、3色ドラ1枚使ってない場合は3色、はい、うん、で3色じゃなければおそらくタンヤオドラ1のチリ点は、はい、うん、ちょっと取らなくてもいいかなという感じで取らないこともあると思うんで、はい、より3色寄りになるからチームマンでちょっと3色目かなと思って、うん、結構な本命だと思ったんですけど、うんうん、からのね、そのもちろん勝負するのもあるんですけど、その6778のチームマン短期から、はい、なんかシャンポンになって跳ね場になったりとか、うん、はい、そういうのもあったかなと思ったんで、まあ、確かにそのトイトイの目は十分な変化の形ですよね、うん、そうなんですよ、なんかさっきのその持ち点の話したじゃないですか、はい、だからそれも込みで今の宝珠をなんかその安定感がある内川さんが打ったのが意外だったなっていう感じですけど、はい、その王だったんですね、うんうん、さあドラはパーピンです、何の3曲、親はダンプ、いい感じですね、菊田さんからしたら、はい、さっきノーテンバップをもらって親が連チャンして、はい、親が落ちた時には自分の失点がなくて、うん、追加点だけで終わってるので、はい、悪くないなって思ってるんじゃないかな、うん、さあダンプはピンフドラ1含みのいいシャンテン、内側にドラのパーピンが来る、藤崎は想像を払っていきます、イシャンテン、そう内川初が統一でこの間イソ引きでイシャンテンとなります、ドラのパーピンがどう収まるか、来た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 来ましたね、ピンズリアンカン両面のイシャンテン、だとしてはこの1600点の浮きをしっかりキープして終わりたいところでしょう、うん、さあダンプは形を決めた、さあ来た、天敗闇天間パーピン、これ内川さんね、はい、出ちゃう可能性ありますよね、ほんのわずかに危ないかもしれない、パーピンは山にあと1枚もない、チーピン引ければ助かるけど、引ければローキュースを引いたらどうですか、うわ
町としてはやっぱカンチーピンは心もとないんです、チーピン取りたくなっちゃいますけど、うん、でウーピンギリアミ店とかはあると思うんですよ、はい、ありそうですよね、うん、でもリーチってもおかしくないですよね、チーピン、うん、はい、まあすごいいい考え方ですけど、500銭積もれれば浮くんで、はいはい、スチピン上がりに行くかもしれない、はい、その選択もちょっと見たいな、ね、500銭上がりに行くんだったらスチピンにリーチ打った方がいいですもんね、わあびっくりした、あこれでもパーピン打っちゃうかも、あやパーピン打っちゃうかも、ウーピン、うーん、初ポンテの構えにはせず、せずですね、ってことは、はい、打たないかもしれないですね、うーん、ウーピン切り網点もちょっと有力に見える一打じゃないですかね、先ほどのウーピンつもぎりですね、はい、おここででもウーピン打ってもおかしくなかったですけど、うんうんうん、まあ、スーピン引いた時にもう一回パーピンが切れるかどうかの精査はしたいっていうことですか、そうですね、ただその親のダンプさんも来ているので、はい、その親のダンプさんに対してやっぱウッパーピンきついじゃないですか、はい、だから先に切ってしまうっていう手もあるかなと思ったんですが、もうここまで来たら切らないかもしれない、ウーピン切るかもしれないぞ、ウーピンだ、これでパーピンを出ない形にした内川、うん、さあこうなるとあとダンプがテンパイできるかどうか、菊田さんもちょっと受けつつ、おポンしてきましたね内川、まあ、ドラは切らない構えですかね、うん、いやもう切っていく、菊田さんもいいシャンテンになってますけど、わチーテン入るわ、すごい、カンチーピン粘りが、チーピンただない、いやでもテンパイ取れたの大きいと思いますけどね、いやこの辺からちょっと慎重に慎重を重ねていきたいような、うんうん、そんな終盤戦全員、まあ、藤崎は面前でのテンパイですから打点的魅力もありますが、菊田内川からは現状、ああテンパ入った、さあリャンウーピンだぞ、ここだけが唯一上がる可能性があるか、玉点ウーピン場に4枚、リャンピンが1枚、リャンピンがわずかに残っている、さあ全員テンパイだ、あ違う内川まだ乗ってんだ、チーテンドラタンキー、これでパーピンマッチが、あリャンピンだ、おダンプ2900の上がりです、なんかすごいな、うーん全員テンパイ、上がりをものにしたのは親のダンプとなりました、まさかねダンプさん追いついて上がるとは、そうですね、ダンプもこのままずるずるいくわけにはいかないと、うん、土俵際いっぱいで、なんかダンプさんもすごいよくトーナメントで見る気がするので、ダンプはトーナメント定評ありますよね、本当にありますね、土俵際やっぱ強いっていう言いたいだけみたいになってる土俵、うん、いや本当にこういうの上手っていうのは聞きますよね、うん、いろんな選手から、でもなんかやっぱりそのバランスって、その麻雀のバランスってやっぱまあ麻雀プロならどんどん研究していってるものなので、はい、まあ、日々バランスって変わっていくじゃないですか、はい、その中でやっぱりダンプさんちょっと攻撃的になったなっていうイメージがあるんですけど、そのトーナメントの時が、はい、それがどういう風になんかそのまま行くのかとか、うん、ちょっと昔のギアに戻すのかとか、はい、そういうのもちょっと見ていきたいですよね、うん、ここまで見る限りはどうですか、うーん、なんかやっぱりちょっとそのリーグ戦とかの時よりかは慎重なのかなとは思います、うんうん、そうですね、うん、なんか私もそう感じますね、さあこちらが菊田です、再びの混戦、
チートイツ、はい、もうね、リャンピンスーピンですか。さあ内川もいい形になってきている。ドラのパーピンがまだ誰の手にも、あ、ここに1枚来た。ダンプは欲しいところ。さあここで2面詰めが完成します。いいピンがあんこになる。これはつもぎってどうやらチートイツに絞ったということですか。うん、そうですね、はい。さあ菊田チートイツのいいシャンテンです。まあ狙い通りですよね、はい、ここまで。ドラ、うーん、メンツで狙いの内川に、おお、あっさりと、あっさりと、うん、まあ、やっぱ持ち点ですよね。2万8100点持ちで、はい、まあ、テンパイ量だったり、まあ、上がりがすんなり欲しいところで、まあ、高立てになるには越したことないんですけど、はい、自分の手が上がり見えそうな形っていうのと、うん、あのジャントを決める 3ピンにジャントを決めてリャンピンを打つっていうのもあるんですけど、多分内川さんの目から1ピンがすごくよく見えてるんで、はい、こういう形も逃したくなくて、うん、リャンピンを切れなかったんじゃないかなと思いますね。待ち取りの候補でもあったっていうことですね。そうですね。だ実際その菊田さんがあんこから1ピンを打ってるんですけど、さあダンプ、あ、でもそっか、これはそうね、これはそうね、はい、いやこれ内川さんからの目から見ると、はい、菊田さん E ピンあんこから打ってるように見えますね、やっぱり。なぜですか。あの自分の目から3ピンが4枚見えてるんですよ、はい、で2ピンも4枚見えてるんですよ、はい、なのに菊田さん手の内からじゃなかったですか、 E ピン打ったの。手の内から切りました。手の内から切ったと思うんですけど、うんうんうん、手から出た E ピンだとするならば、するならやっぱりおかしいじゃないですか。自分の目で3ピン4枚見えてて、2ピン4枚見えてて、はい、E ピンがどこともつながってないはずなのに、うん、E ピンが1枚ポツンと持ってたわけですよ、ローソやス、うん、ローピンやスーソよりも、はい、ってことは菊田さんはあんこから打ったなと想像できるわけですね、うん、これも 100% あんこだなと思いますね。お、あんこから打ったなと思います。もう例えば123のための E ピンとか1通のための E ピンとかには見えづらい。いや、もちろん孤立させてるように、はい、孤立でも狙って孤立で持ってるようには見えるんですけど、うん、やっぱり菊田さんの序盤の捨て牌と持ち点状況から、はい、そこまで手役をグッと狙うような局面でもないし、うん、捨て牌もそんな感じではなかったのに、はい、って考えるとね、やっぱり E ピンあんこから打ってるように見えますね、うん、こう推理すれば見えないものも時にはこう 見える。いや、そうなんです。だから、うん、あの読みで、うん、今イーソ手から出てきましたけど、はい、これ絶対もう1枚出てくるなっていうのは分かるんですよね、うんうんうん、あのもちろん読めないことの方が麻雀多いかもしれないですけど、はい、うん、ある時スッと、はい、ピタッとはまる時があるのは、うん、こういう4枚見えの牌とかが出てきた時はめちゃくちゃ読みやすくなるんで、やっぱり読みの勉強とかもね重要だと思いますけど、うんうんうん、だって今のって E ピンがないと思えば、はい、リャンピンとか打てるわけじゃないですか。そうですね、内川さんの手牌スッとリャンピン打ちましたけど、さあテンパイですね。役割に構えることもできます。お、リーチいった。こう、これよっぽどいいっていうことですか。上がり逃ししたくないっていうのと、はい、やっぱり500銭が大きいっていうのもあると思いますし、うん、あ、一発で掴んだ。うわ、うん、これはリーチない三段。これはダンプはテンパイ取り切るのはちょっと難しくなってますね。ああ、テンパ、うわー、え、何なのこの人は。両面短期よ。はい、9ピン通っててウーピンが4枚見え。いいの、これすごいよ。やっぱりサブローピンノーチャンスではありますが、そういうことではなく、いや、なんか、いや、いいんですけど、はい、残してた牌とかがすごいなと思って、はい、
いや内川と狙いではあったと思うんですけど、はい、内川としては一人テンパイ取れなかったのちょっと痛いですよね。痛いですね、はい、500点しか増えてないですからね。さあ何の4局と変わります。日本馬ですね。京卓のリチボーもいっぱいあります。いや菊田にとっては大事な100点ですね。これは大事。本当は藤崎さんが粘らなければと500点あったのに、うん、これがどう影響してくるか面白いですよね。ドローローマンです。内川としてもここまで来たら原点には必ず帰りたい。帰りたいですよね。だもうだって道中このハンジャンすごい良かったじゃないですか。トップでしたからね、あの5%ね、闇天のね、はい、いやでもこれはやっぱハイパイを見る限りはどうですか。この藤崎あんまり良くないですね。良くないですよね。スピード感ない。ただ菊田さんこれ、これもうスピード感の塊みたいなハイパイが、しかもトップまで見えるんじゃないですかこの手配なら。本当ですか。 2000点で浮きで良くないですか。え本当、うん、そっか。白ポン、あごめんなさい、白2枚でしたね、はい、白1枚に見えてました。いやこれはトップが見 見えました、ね、いきなりこれでターツが揃った。これハック出たらどうしますかね。泣いた方がもちろん上がりには近いですけど、どうします。実際、はい、出たら、はい、泣かない。本当に泣かない。泣かない。今ウーマン来たからじゃなくて、じゃなくて泣かないですね。やっぱこれ闇点でトップになれるようなテンパイありそうですね。チー点はどうかね。どうですかチー点。あまりまごまごしてると原点割れちゃいますよ。そうだね、はい、もう本当難しいこういうのだけど浮きたいんで、はい、僕は取っちゃいそうですけど。なんて全部男なんだ。いやローソー、あこれねチーピン、あ動かないわ、うん、菊田さん動かないわ。あとこれ、はい、2000点のテンパイも 3キロのテンパイも大して変わらないと思うんで、じゃあ泣くなら全部泣く、そういうことですよね、うん、はい、あこれは泣くかも。あここは仕掛けた。ただこれ2枚目のローソー明らかに泣いたって分かりますよね、うん、これどういう風に映るものなんですか。いやあの渋々チー点に見え、あ渋々チーしたから、はい、あのテンパってないかなって思っちゃうとダメなんですよ、うん、思っちゃうとダメ、はい、白統一落としだから、はい、白統一落としなんですよ。あなるほど、白打った後に、はい、チーして白なんですよ。だから渋々チー点取ったなと思うんですよ、うん、分かります。はい、だからほぼほぼテンパイ濃厚なんで、うん、はい、もう打たないようにした方がいいと思いますよ。でも1000点か2000点はそれで濃厚ですか。え、どういうことですか。違うか、あの単野のみの1000点だったら最初から泣いてチー点受けてると思うんですけど、そうじゃなくてこういう微妙な手配ですよね、うん、3色が絡んでたりドライチの単品ドライチの手配とかが濃厚だと思いますけど。ローソー入ってましたね。関係ないでしょ。そっか、結果論結果論。おうん、ただスピード感にはちょっと、うん、さあこのまま上がりきって原点確保で終われるか。3万、これでダンプもいいじゃん。ダンプさんもなんかすごいいいピンって、うん、結構なんか結構ですね。狭く構えましたけどなんかすごいですねこの言っても。そっかダンプさんも、うん、7700上がれると8300だから受けるんですね。そういうことか、うんうんうん、いやこれはどう、うーん、ネバネバネバ。どういうことですか。ね、粘ってますね。ヤンピン現物ですもんね菊田さんの、うん、まあ今スーピン打ってもおかしくないですね。だって手広く行くんだったらね、はい、それはそうですもんね。いやーこれスッと上がらないとなんかやだな。まあダンプは単葉ドライチのテンパイが入れば原点復帰まで可能性がある。うん、だから今ちょっと慎重になってどんな手配か考えてると思うんですよ。はい、あの菊田さんの手をですよ。はい、あの2枚目を泣いたってことはあの食いの場所があるかなとか、うん、あの差し死後っていう形のイーシャン点だったら差し死後、はい、チー点取らないかもしれないなって。うん、じゃあそうこのリアンスはどうなのかなっ
っていうところ今考えてたっていう感じですか。そうですね、はい。でリャンソーがションパイなんで、はい、南のロースはチーテンとってリャンソーとのシャンポンとかあるかなとかね。うん、まあ、だからとにかく言えるのはテンパイはしてそうなんですよ。はい、藤崎がなんか面本の医者って、はい、あのですね、これトントナンがえまるっと、いや一枚ずつ切れてはいるんですけど、うん、まるっとね、丸ごと残っててパーマンも一枚あって、これチーマンとか出るとチーが入るし、まあ、チーマン出ることはないか、内川さん両マン裏目の形になっちゃった。本当ピンズが打てないからね、ピンズに触りたくなくてピンズ打たなかった選択をしたんですけど、何打った、あローピ ン、うおスッチーピンは切らないぞと。へえ、これすごいですね。うん、サブローピンとスッチーピンの優劣はつくんですかね。3ピンで通したのかな。あーあーあああポンタ入っちゃったよ。あーパーマはないですが、トンガイはこれ効くと悪夢の地位になったりしないよね。スッチーピン積もった。これは内川がアンコイナの牌でしたね。アンコイナって天牌、なんと菊田のつも上がり、タンヤオ3色ドラ1、戦2戦のつも上がりで1回戦が終了です。さあ1回戦のトップから藤崎、続いて菊田、内川、ダンプの並びで終了しました。続いて2回戦です。